駅員さん、遅延症ですか？はい、30分の遅延症です。ありがとうございます。すいません、電車の遅れです。お、お疲れさん。これ遅延症です。はいはい、そんな急がなくてよかったのに。はい、今日体力テストだと思って。ああ、来週になったから大丈夫だよ。今日は自由時間になってるから適当に遊んでこい。あ、わかりました。ああ、喉乾いたろ、ジュース飲むか。いいんですか？先生も暇だからな、買いに行こうぜ。最高な日だ。京都までお願いします。かしこまりました。あれ、信濃ちゃん、この間の飲み会ぶりですね。あの後ちゃんと帰れた？帰れましたよ。でもたくさんに送ってもらいたかったなあ、ごめんね、俺も結構酔っててさ。京都までだっけ？はい、往復で2人でお願いします。おーい。友達と？うん、お母さんです。へえ、仲良しじゃん。お母さんしか一緒に行ってくれる人いないので。嘘つけ。じゃあ、うん、俺と行く？え、行きたい行きたい。じゃあまた今度ね。早くしないと私取られちゃいますよ。明日行こう。すいません、金さん。何ですか？切符をなくしてしまって。それだともう一回買ってください。ああ、探してもらえたりしないですか？まあ一応できますけど、多分ないっすよ。わかりました、じゃあ買い直します。はい、じゃあ890円です。堀内さん、ちょっと待ってください。なんだよ。僕変わりますんで一服行ってきてください。ああ、いいのか、悪いな。お客様ではちょうどいただきますね。ありがとうございます。え、まだ何も。どうぞお気をつけて。すいません、金さん。はい、どうされました？今から緊急でオンライン会議をすることになりまして。この辺で静かな場所とかってありますか？なるほど。ですと、ステーションブースはどうですか？何ですかそれ？改札内にある作業スペースのことです。15分300円ぐらいで利用できますので、急な会議や電話におすすめですよ。完璧じゃないですか。 Wi-Fi や電源もありますので長引いても安心ですよ。そんなところが駅の中にできたんですね。最近では電車の待ち時間をそこでうまく活用される方も多いですよ。なるほど、時代に乗り遅れてました。ちなみにシャワーも浴びれます？それはさすがに。すみません、議員さん。どうされました？おじいちゃんが線路に落ちちゃったんですけど。え、ちょっと待ってくださいよ。以上。大丈夫かな。今すべての電車を止めましたので安心してください。よかったです、これで壊れずに済みます。ん？壊れる？どういうことだ？すぐに助けに行きましょう。助けに行く？あ、はい。宗明、聞いてんのか？あ、じいちゃんの耳が悪いのか？おじいちゃんが落ちたってもしかして？はい、スマホです。壊れてしまえ。ご乗車ありがとうございます。ありがとうございます。うん？ちょっと駅員さん、どうされました？あの人、切符も何も持ってないのに改札通しちゃっていいんですか？不正乗車じゃないんですか？それとも駅員さんのエコひいきですか？お客様、あの方は国会議員なんですよ。国会議員？だから何なんですか？国会議員は新幹線をタダで乗れちゃうんですよ。え？そうなんですか？ちなみにグリーン車も乗れちゃいます。ちょっとずるくないですか？僕らより安いですからね。まあ仕事だと思いますけど。じゃあ僕、クラスの学級委員長やってるんでタダにしてくださいよ。なめんなよ。すいません、金さん。はい、どうされました？これハンコ押してください。はい、これだったら改札通りますよ。いや、駅員さんのハンコが欲しいんですよ。あ、わかりました。なんで改札を拒むんだ？怪しいな。お客様、ちょっと失礼します。何やってるんですか？お客様、この切符偽物ですね。いや、そんなわけないですもん、ちゃんと買いましたもん。正しい切符ですと油取り紙のように顔の油が付着するはずなんですよ。そんな人間なら騙せると思いました。改良が必要だな。逮捕されますよ。ちょっと、これ出れないんですけど。お客様、どちらからお越しですか？岡崎ですけど。ですと、お客様、こちらは入場券ですので乗車券が必要になります。乗車券？これじゃないんですか？そちらの切符は改札に入るための切符ですので電車には乗車になれないんですよ。もう分かりづらいですね。いつも IC カードなんですけど忘れてきちゃったんですよ。では岡崎から590円ですね。え？この分も引いてくれました？そちらとは別になりますね。それは困りますよ、だって無駄に払わされたんですもん。分かりました、今回は特別にその分もお返ししますね。当たり前ですよ、生意気な。こちらで拝見しますね。すいません。お、児玉、定期切れとるじゃん。更新してく？いや、大丈夫です。更新しんの？今年で卒業なんで。あ、卒業か。おめでとう。どうすんの？上京するんですよ。そっか、頑張れよ。
これ捨てといて大丈夫？あ、持って帰ります。じゃあ穴開けて反抗しとくな。俺のこと忘れんなよ。もちろんです。じゃあ券売機で切符買ってもらって。ありがとうございました。行っといて。いらっしゃいませ。ただいまから切符を拝見いたします。お客様、切符の拝見に参りました。お客様、また後で来ますね。お客様、切符の拝見に参りました。お客様、これぞタヌキ寝入りだな。よし、こうなったら仕方ない。ご乗車ありがとうございます。すいません、一駅先の駅から乗ったんですけど。タヌキさん、お待ちしておりました。タヌキ、タヌキ寝入りの得意なタヌキさんですよね。あ、いや、何のことですか。事務室でごゆっくりと。じゃあ行ってくるね。お盆にはまた帰るよ。うん、ちゃんとご飯食べるんだよ。あ、お父さんは今日も仕事だからいないけど、行っとくね。うん、じゃあね。お腹痛いな。トイレトイレ。まもなくあずさ46号発車いたします。やばい、ギリギリになっちゃった。お客様急いでください。まもなく発車しますよ。ちょっと待ってください。え、悪く、ドア閉まります。待ってください。ん、はい、もう一度ドア開けます。あ、父さん、相変わらず騒がしいな。行ってきます。うん、あれ、ドア閉まります。頑張れよ。おい、多治見まで行く電車はあるか。先ほど最終列車は出てしまいましたね。なんだよ、使えねえな。こんな時間客もいねえんだから待ってろよ。そう言われましても他のお客様もいらっしゃいますので。こんな時間に帰るやつ急いじゃいねえんだから待ってろよ。それはできかねます。お前、俺のこと舐めてんだろ。そんなことありませんよ。言葉に誠意を感じねえんだよ。顔も腹立つしよ。申し訳ありません。舐めてんじゃねえぞ。お客さん、これを待ってましたよ。なんだよ。電車は来ませんが、おまわりさんがお迎えに参ります。ああ、光号だから12番線だからね。知ってるわ。じゃあ母ちゃん、入場券買ってくるからね。あ、これ作ったから電車の中で食べてね。いいよ、わざわざ。あら、券売機混んでるわね。母ちゃん、何やってんだよ。間に合うかしら。もう電車来ちゃうじゃん。お客様はどちらまで行きますか。あ、入場券が欲しいんですよ。お見送りですか。はい、息子が次の光号で行くんです。あ、じゃあもうそのまま行っちゃってください。お支払いは後でいいので。え、ありがとうございます。結局母ちゃん来ねえのかよ。安全、よし、はい、光号発車します。ひよひこ、頑張んなさいよ。母ちゃん、恥ずかしいだろ。うめえ。本日大雨の影響で全線運転を見合わせております。いつ動くか分かんねえのか。現在復旧の目処が立っておりません。申し訳ございません。ふざけんなよ、大事な会議があるんだぞ。申し訳ございません。あれ、電車止まってるんですか。はい、大雨の影響で運転を見合わせております。申し訳ございません。最高じゃないですか。え、午前中はだるい授業ばっかだったんで助かりましたよ。あ、そうなんですね、よかったです。何キラキラしてんだ、早く動かせ。あ、申し訳ございません。え、金さん、学生は味方ですよ。ありがとう。すいません、引っかかっちゃったんですけど。はい、お預かりしますね。さくら、あ、久しぶり。何やってんの。友達とご飯来てたの。そうなんだ。 IC カード残高不足だけどチャージする。うん、3000円で。はい。最近どうなん。彼と別れた。あ、そうなんだ。心の残高不足じゃん。うるさい。じゃあチャージしてくれる。そういうのやってないんで。うざっ。